今日はホームで最高の守備を誇るチームがアウェーで最高の得点力を誇るチームを迎え撃つ一戦となります。果たして勝つのはどちらになるでしょうか。この試合は EA スポーツが中継します。皆さんこんにちは。注目のデーゲームです。熱戦を見届けようとスタジアムには大勢のサポーターが駆けつけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。キックオフを迎えようとしているこのリーグ戦、福西さん、会場のサポーターも興奮を抑えきれない様子ですね。すごい試合になりそうです。なかなか面白い組み合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 4-5-1 ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日は 5-4-1 ですね。守備重視のフォーメーションで失点も最小限に抑え、隙あらばゴールを狙う作戦でしょうか。サポーターたちはこの試合が待ちきれなかったようです。はい、楽しみにしていたようですね。スタンドの熱が伝わってきます。主審の笛で試合が開始されました。ドリブルで相手ゴールに迫ります。味方を走らせます。クリアして危機を脱しました。シュート、まだプレーは続いています。ひとまず危険なエリアからクリア、得点につながってもおかしくなかったですね。先制ゴールが入ってもおかしくないシーンでした。相手キーパーのナイスセーブでしたね。ゴール前、打てるか。ここはゴールが決まりません。いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。
現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。パワーは十分なシュートでしたが精度を欠きました。大きく外れていましたね。一か八かで打ったような感じがしました。香川真司、香川真司、香川のパスがカットされました。マークをものともしないトラップ。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。イチョンヨン、どこに入れてくるんでしょうか。ボールを狙ったタックル。これはナイスカット、うまく読んでいました。何をしてくるのか。香川、決定機になりかねないパスでしたがカットしました。キムテファン、カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールを前に運んでいます。攻撃の流れを切ります。香川、香川、キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。リードを奪えなかったことで監督の表情にも一瞬落胆の色が見えました。もう気持ちは切り替えていると思います。ゴール前に入れた。いい形でゴール前まで持ってきました。やりました。クリアすべきでしょう。今少し膠着しているようですね。ポゼッションもほぼ同じ。そろそろ試合を動かすきっかけになるプレーが欲しいところです。ああ、これはいいボールです。旗が上がってオフサイド。これは微妙なタイミングですね。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。相手陣内でインターセプトです。決まるか。ここはキーパーが両手でキャッチ。これは見事に奪いました。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。前半はここまでです。アウェーチームは同点で折り返しました。リーグ1の得点力を。後半戦キックオフ。ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。力強いシュートでしたがこれは少しそれてしまいました。これはチャンスだ。危ない場面でしたがうまくパスをカットしました。サイドのスペースを攻め上がります。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。先制点が決まりました。不思議はないですね。ずっとボールを支配してより多くのチャンスを作っていました。どうかなと思ったんですが
ゴールの上に突き刺さりました。少し上に行ったらバーに当たっていましたね。ボールを運びゴールに襲いかかります。これはオフサイドですか。これは見事なインターセプト。キムテファンしっかりキープしています。タックルが決まった。ボールを取り返しました。カウンターのチャンスです。クロスを出せるか。ここはシュート、ポストに直撃。一時はどうなるかと思いましたが、スペースを見る。おっと、これを止める。キーパーのファインプレーです。あのシュートに反応できるなんて大したものですよね。今のは素直にキーパーを褒めましょう。さあボールを蹴った。ブロックしました。ナイスセーブ。さらにポストにも救われました。またまたブロック、体に当てます。ホンチュル、ユン・ビッカラン。ここはオフサイドフラッグが上がっています。受け手と出し手の意思疎通ができていませんね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。抜けた。これはポストだ。ユン・ビッカラン、今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。香川真司、もうあまり時間がありません。チームが同点に追いつくにはこの攻撃をうまく生かしたいでしょうね。入れば同点ですが、キーパーが止めた。ここでリードを守ったのは大きいですよ。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。コーナーから中へ。このボールはディフェンスがクリアします。ボールがタッチを割ってスローインです。守備側のディフェンスは積極性が欠けているように見えます。入れば同点となります。見事なセーブでチームを救いました。勝利を引き寄せる大きなセーブですね。コーナーキックを蹴った。あっと、これは危ない。クリアミスです。ここはカウンターのチャンス。このカウンターは不発。ボールをキープできません。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。シュートは入るか。来た、ゴール。残り時間はわずかですが、試合は振り出しに戻りました。終了間際の同点ゴールですか。フィニッシュも落ち着いていましたね。諦めない気持ちが生んだゴールですよ。ここでホイッスル。このリーグ戦は引き分けという結果に終わりました。
いやー終盤でよく追いつく。ゴール前、just a couple of questions for you. Thanks for speaking to us.今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日も熱いリーグ戦をお送りしていきます。この一戦はこれは滅多に見られない試合になりそうですね。よろしくお願いします。どんな結果になるかは分かりませんが、見応えのある試合になりそうですね。試合開始が待ちきれません。この試合のホームチームは高い攻撃力が持ち味です。現在リーグトップの得点数を記録しています。今日もこのチームはリーグ屈指の得点力を発揮してくるでしょうね。ホームサポーターの前でゴールラッシュが期待できそうですね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。 5-4-1 のフォーメーションです。機能するにはサイドの選手の運動量が欠かせません。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。前半が始まります。キックオフです。これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。相手にボールが渡りました。このパスはカットされました。
パスは通さない。一旦クリアしましたね。味方を使います。あっと、これを外した。焦りが出たんでしょうか。おそらくそうでしょうね。決めていれば先制点だっただけに、もったいないミスでした。ボールを運びゴールに襲いかかります。この攻撃はうまくいきません。ボールは相手に渡りました。パスの先には味方が走っていました。狙いは悪くないクロスでしたが、誰も触れません。ボールがこぼれる。香川真司、相手の裏を狙うロングパス、これは見事なインターセプト。弧を描くようなパスです。チャンスにつながりそうなプレーでしたが、オフサイドの判定です。抜け出すタイミングが早すぎましたね。もう少し我慢して飛び出せばぴったりあったはずです。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。敵陣へボールを運ぶ。いや、攻撃は止められました。相手ボールです。これはいいパスが上がった。レフェリーの判定はオフサイドです。タイミングが合いませんでした。走り出すのが早すぎましたね。アウェイチームがボールをキープする時間が長くなっています。なんていうか、あまり効果的に攻められていないのが問題ですね。何か変化をつけた方がいいんじゃないでしょうか。香川真司、香川のパスがカットされました。このプレーはオフサイドです。ここでパスカット。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。前半はここまでです。ホームチームは同点で折り返しました。リーグ1の得点力を誇るチームにしてはあまり動きのない前半でしたね。まあ、このままスコアレスで終わるとは思えないので。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。
このボールは直接相手の選手へ。ここはタックルで相手を止めます。中に入れてくるか。このクロスは相手の選手にカットされました。さあスタジアムのテンションが上がります。フィニッシュまで持ち込めませんでしたね。ボールは相手チ、ビッグチャンスだ。ドリブルでボールを持ち出しています。ボレーだ。ゴールゴール。信じられないスーパーゴールです。シザースキックで決めてきました。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。さあ選手交代です。逆転への起爆剤となりますでしょうか。アウェーチームのボール支配率が高くなっています。ただ決定機にまで持ち込めていないんですよね。時間が過ぎていくほど苦しくなるので、もっと積極的にゴールを狙っていった方がいいんじゃないでしょうか。ボールを回してチャンスを伺います。ちょっと慎重に行き過ぎたか。相手ボールです。一旦クリアしてピンチをしのぎます。危険な位置です。緊張感が増してきます。さあ折り返せるか。ディフェンスが冷静に対応。ボールがラインを割ってゴールキックです。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。これはチャンスだ。見事なセーブ。ピンチを救います。今のを決められなかったのは信じられません。ああいうチャンスは滅多にないのでもったいないですよね。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。さあカウンターを仕掛けるか。パスをカット。攻守が入れ替わります。絶妙なロブパスです。チャンスになりそうだ。ここはゴールを割らせません。キーパーに助けられましたね。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。残り時間もわずかですから、これを決められなかったのは痛いですね。同点ゴールのチャンスをもう一度演出できるでしょうか。これはファールの判定です。カードはどうでしょうか。選手を交代するようです。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。
クロスはブロックされます。大事なコーナーです。これで追いつけるか。ボールはエリアへ。ここはディフェンスがクリア。決まるか。決まった。この時間に値千金の同点ゴールです。劇的な同点ゴールになりましたね。もうアディショナルタイムに入っていましたが、この流れならもしかしたら試合終了です。結果はどう。Just a couple of questions for you.
興味深いカードになったこの一戦、試合開始の時間が迫っています。この試合は e スポーツが中継します。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんもお迎えしています。今日も熱いリーグ戦をお送りしていきます。この一戦は、これは熱戦になりそうですね。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは一般的な 5-3-2 です。ボールを奪った時、どれだけ前に出られるかがポイントですね。アウェーチームの先発です。福西さん、 5-4-1 のフォーメーションでしょうか。はい、ディフェンスラインを隙間なく固めてきました。ワントップ以外が引いて守ると、相手のロングシュートにあっさりとやられてしまうことがあるので、その点に気をつけた方がいいですね。試合開始です。ドリブルで敵陣へ持ち込む。サイドから中を狙う。ここはボールをクリアしました。エンドラインの外に出しました。コーナーからエリア内へ。オバンソク、ポゼッションを失いました。観客の期待はモドリッチに集まりますね。どんな選手ですか。パスもドリブルも全てがハイレベルです。プレッシャーも大きいと思いますが、実力を見せてほしいですね。このスルーパスは通りそうです。よく止めましたが、ボールはこぼれています。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。ゴールキーパーが見事に止めましたね。決められていたら序盤からビハインドになっていました。
鈴木優真、チャンスにできるか。しっかりとコースを塞いでいます。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。スライディングに行きましたが完全に足がかかってしまいましたね。おっとクリアミスか。これは危ない。かなり危ないシーンでしたがなんとかしのぎ切りました。このパスはカットされます。何をしてくるのか。守備側はボールへの寄せが欲しいところでしょうか。香川ここしかない。ここは力のないシュート、簡単にさばけます。香川真司ボールを回しています。どこかで縦に入れてくるでしょうね。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。中を狙うか、クリアが足りないか。キムヒョン、ここでポゼッションを失いました。今少し膠着しているようですね。ポゼッションもほぼ同じ。そろそろ試合を動かすきっかけになるプレーが欲しいところです。さあスタジアムのテンションが上がります。フェルナンジーニョ、鈴木優真、香川、強烈なキックでしたがこのシュートは枠に飛びません。ちょっと無理に打ちすぎたようにも見えました。すぐにボールを返した。モドリッチのパスミスでしょうか。アディショナルタイムに1分加えられます。前半終了です。未だスコアレスです。後半戦の開始です。フェルナンジーニョ、香川真司、シュートブロックに合います。ボールポゼッションは相手に移ります。福西さん、移籍に関する様々な噂がありましたがついに契約しましたね。非常に潜在能力。どうだ。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。
ここは通しません。勝ち越しのチャンス、決まった。先制ゴールです。このチームがボールを支配する時間が続いていたので、ゴールが生まれる予感がしていましたね。相手は何か対策しないとまずいんじゃないでしょうか。ペナルティーエリアで持たれて低めに決められてしまうと、守る方としてはどうしようもないですよね。キムヒョン、ルーズボールです。ボールはどっちだ。香川真司、モドリッチに渡った。モドリッチからのパスは通りません。キムヒョン、ゴール前に入ってきました。さあ上げたい。ファーポストにクロスが渡る。しかしキーパーが待ち構えていましたね。このボールはタッチを割ります。スローインです。選手の交代があります。フォワードの選手を入れてくるようですね。そうですね、前線からプレッシャーをかけてほしいということでしょうね。キムヒョン、ボールを運びゴールに襲いかかります。狙ってきた。このシュートを弾いた。同点に追いつく絶好のチャンスです。ここは観客席も大いに盛り上がります。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。ボールはゴール前へ。クリアが小さい。入れば同点ですが、ゴール。試合を振り出しに戻しました。終盤に巡ってきたチャンス、勝ち越しゴールもあるか。いいところを見ていました。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。この選手がモドリッチです。ここから先の出しどころに苦労している様子です。モドリッチへ、シュートは入るか。試合終了間際、待ち望んでいた勝ち越し点が入りました。非常に見応えのある接戦でしたが、試合を決定づける値千金のゴールです。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そしてフィニッシュ。
この距離なら外さないでしょう。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。モドリッチ、どうだ。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。惜しくもゴールならず、あとわずかでしたね。惜しかったですね。積極性はいいんじゃないでしょうか。これで2分アディショナルタイムが追加されます。攻守が入れ替わります。何かしてきそうですが、これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。試合終了の笛が鳴り響きます。アウェーチームが勝利しました。いやー、いい試合でしたね。終盤までもつれたものの、最後に決めたゴールでチームは勝利を手にしました。一時はどうなることかと思いましたが、こういった試合をものにしたことは。Just a moment of your time. Thanks so much for answering our questions.